やばくない？はあ、最近肌綺麗だったのにな。悲しいぜ。泣いてる。直そう。当分いい子にして直そう。食事も睡眠もめっちゃ気使おう。おはよう。でも夜更かしが一番原因な気がするけどな。おはよう。よいしょ。じゃあちょっとね、お話し会用にサクサクっとメイクしていきます。おはよう。今日は土曜日か。土曜日の朝からありがとうございます。おはよう。早起きだね、みんな。おはよう。メリークリスマスだね。背景がさ、背景がクリスマスじゃなくなっちゃったからクリスマス感薄いけど、クリスマスやな。おはよう。今日の夜はイルミネーション見てくる。あ、誰と行くの？めちゃくちゃいいじゃん。イルミネーション大好き。うわ、さやもイルミネーション見に行きたい。一緒に行く人いないから行かないけど、一人はさすがに。イルミネーション一人はさすがに心が折れる。おはよう。今日のお話し会楽しみにしてね。さえも楽しみ。みんな今日お話し会来てくれますか？今日は全部で5部ありますから、気合を入れてまいります。で、マジ久しぶりすぎてめっちゃ楽しみ。今日20話がやばい。めっちゃむくんでる。もうやばい。今日ニキビもやばいし、顔のコンディションが最悪すぎるから配信じゃない、なんだっけ、お話し会でよかった。握手会やったらやばかった。顔のコンディションがマイナス8億点すぎる。よいしょ。おはようございます。お、明日参加の方も
よろしくお願いします。はいよー、よし、メイクメイク。おはよう、みんな朝からありがとう。本当にマジで肌荒れやばい、無理無理すぎ、肌荒れやばすぎて無理すぎ、泣いた。でも原因が思い当たる節がありすぎて、肌荒れの原因の生活をあまりにもしすぎて、自分を恨むしかない。おはよう。みんなも規則正しくない生活には気をつけて。マジで終わる、肌が。おはよう。かわいい。嘘、まだすっぴんだけど、優しいね、そう言ってくれるの優しい。ライオン、いや眠いね今日、眠すぎてちょっと会話が弾まない。どうしよう、一旦頭働いてない一旦ね、お話し会までには饒舌になっとこうと思うんだけど、一旦今はねまだ眠いね、まだ眠いフェーズ来てる。朝から可愛い、本当全然めちゃくちゃすっぴんなんだけど、なんかさ夜のすっぴんと朝のすっぴんってさ、やっぱむくんでるかむくんでないかでさ全然顔違うんよね。そう、なんか朝の寝起きの顔と夜メイク落としてすっぴんの顔、まあ、違いすぎて、まあ、やっぱ朝ってめちゃくちゃむくんでるんやなって最近思う。おはよう。今日はお代理にもらったアイシャドウ、お肌綺麗。いや何を言ってるの、今やばいんだから、ここと、ここマジでやばい。なんかマジで毎日朝4時とかまで起きてるのが絶対いけないと思うわ。もうわかる、思い当たる節がありすぎて何が原因で肌荒れしてんのかめちゃくちゃわかる。答え合わせがもう起きてる。朝からそのビジュアル羨ましい。いやあんまり良くなくない、髪もボサボサやしね今髪ボサボサないよ。せっけだからさ、寝起きってめちゃくちゃ髪跳ねてんだよね。もう昨日ドライヤーした後からもう跳ねてるからね、なんならね。くせっけの本気だよね。あいよ。朝4時まではマジで改善しないとやばい。おはよう。ナチュラルで素敵ですね。あの今日はねナチュラルメイクにしようと思ってる。いつもピンクとか入れるんだけど、今日はちょっとブラウン系な感じで、大人っぽめな感じでいっちゃおうかなって。
2部からだと意外と忙しいかもしれない。2部ね、意外と朝早いのよ。その始まるのは遅いけど集合が早いのよ。そう、なんか意外とねメンバーはバタバタです。そう、あ、いや、夜ちゃんと髪直しても朝になったら跳ねちゃう。わかるわかる。めっちゃわかる、それな。集合時間早いんだよね。まあだからさえは今こんのんびりメイクしてる場合じゃないのよ。まあまあ時間ないんだけど配信終わったらすぐ家出ます。パパパって着替えて、着替えなきゃいけないんだよな今日。まだパジャマ、おはよう。髪めちゃくちゃ伸びた。あーやばい、変なとこつけちゃった。おはよう。あ、そう、握手会の方がそうやばかった。早すぎて、一部の時。それに比べたらだいぶお話し会ゆっくりなんだけどね、握手会に比べるとね。9時からの時マジで早朝やったな、集合。懐かしい。クリスマスの曲歌いますか？で、昨日歌わせていただいたんですけど、昨日歌わせていただいたおかげでずっと約束したクリスマス、約束のクリスマスって昨日言った気がする。約束したクリスマスがずっと頭で流れとる、永遠にループしてるね完全に。はやーん、やばい、もうないもうない、これさようなら。新しく買わなくちゃ。泣いた、最近使ってたやつ なくなってた。おはよう。今日ケータリングなんか美味しいものあるかな。あるといいな。で、今回何にも自分で用意してないからさ、もしなかった場合マジでクリスマスっぽいもの何も食べれず終わる可能性ある。
だから今日明日マジで会ってほしい。まあ用意しなかったのが悪いんですけどね一人だとさ、まあいっかってなっちゃったんだよね。一人やしみたいな、誰と食べるでもないし、まあいいかみたいな。おはよう思っちゃった。まあいいかっつって、よいしょ、ね、ケーキとかチキンとかあるといいよね、お弁当系が。まあなかったら帰り、今日はちょっとだけ早いから明日よりどっか寄って、ありそうな店ちょっと寄って帰ろうかな。さすがにクリスマスケーキ食べたいかも。まあ、配信しながら食べれば一人じゃないしね、物理的には一人だけど気持ち的には一人じゃないしね。何よこんな寂しい弁明してるんだ、意味わかんないだろう。マジ肌荒れすぎてやばい。痛々しい。おはよう。髪の毛は会場ついてからやります。顔だけ今作っていっちゃいます。ちょっとね時間あるんで、あっち行ってから。おはよう。でもさ、クリスマスにさ飲み込まれそうだけどさ、普通に明日毎日空いてる3周年なの嬉しいんだけど、まあ途中途中ね体調不良でとあの休んだりはしましたけど、ショールームのシステム的には3周年ですから嬉しい。こんなに続いて、まさか私、秋ショーの私が、あ、待って眉毛描いてないじゃん。秋ショーの私がこんなに続くとはね。なんかいつも眉毛から描き始めるのに、今日何を迷狂ったか忘れてた。いつもまず書くところを書いてない、寝ぼけてるかな。そう、クリスマスの日に3周年ってやばくない？夢ある。まあちょっとコロナで1週間遅くなったり、この前の食中毒で1日遅れたりしてクリスマスになるっていう。いろいろが重なってクリスマスになりましたね。おはようございます。眠いな、眠いね、さすがに眠い。
あ、今静寂が流れとる。ちょっと待って、あまりに静寂が流れてた。今静寂を感じた。静寂の音が聞こえた。この辺静かだなって。年賀状出すと元旦に配達されるのでサリンに出すよ。まあ私は元日に受け取れないので全然急がなくていいですけどね。さあいつ受け取れるかな。年明け一発目の公演は中旬以降になりそうですね。愛媛に行っちゃうのでね。まだ未定だし何公演かも分かりませんけど。あー、そろそろメイク完成させないと遅刻しちゃう。まだ大丈夫けど。よいしょ、おはよう。いや、元日に受け取れないよ。受け取れるわけないのよ。よいしょ。当たり前じゃん。おはよう。めっちゃ眠い。そうさ、朝起きた瞬間はさ一旦眠気から解放されるけどさ、朝起きて1時間ぐらい経つとめっちゃ眠いよね。めっちゃ眠い。2部スタートだった。まだ余裕あるか。お客さんっていうのは良くないな。ファンの人はねまだ余裕あるよね。11時台だからね。お話し会でもそのメンバーは集合が早いのと、集合の駅までさ時間かかるから、逆算すると家出る時間がまあまあ朝になっちゃうんだよね。昼ぐらいスタートでも。そう、まあしょうがないんだけどね。意外とね2部スタートでも朝バタバタする。明日 何部からだっけ。私明日6部あるからで9部で終わるから7、8、9、5、4、3、3部からか明日。じゃあもう1時間遅いのか。なるほどね。サリン今日はお話し会。そうですよ。あ、今の質問でサリンのお話し会取ってくれてないのバレた。悲しい。マジでみんなに来てほしい。サリンのショールームをコンスタントに見てくれてる人はなんか私の話し方スタイルがもう分かってると思うから絶対楽しめると思うんだよな。来てほしいっすね。どうして来てくれないの？逆にね、配信をこんなに見てくれてるのにどうしてなの？来てよ。めんどくさい彼女みたいなこと言い出す。どうして？メイクのポイント、今日はちょっとクリスマスを意識してめちゃくちゃキラキラにしました。でも配信とか画面越しだと伝わらなそうで残念。配信はね50分には終わりにしたいんだよね。今50分までに顔作るから。
ごめん、今マスカラに今全集中してるって、すごい静寂また流しちゃった、ごめんなさい。よいしょ、おはよう。メイク時間いつも何分ぐらい、まあ、いつもすっごいのんびりやるから1時間ぐらいなんだけど、全然急げば3、40分で終わる。でも急いでも3、40分かかんのやばいよね。急い、ガチ急いだらもうちょっと短縮できるんだけど、だいたい急げないからのんびりしちゃうから、のんびりやると1時間平均、普段は40分ぐらいかな。あー、変なとこついちゃった、ちょっと待って、変なとこついちゃった、ねえ、せっかくキラキラにしたのにキラキラ取れちゃった。勘弁してん。よいしょ。勘弁してん。おい、キラキラさせといた。メイクは焦らないでね。そう、焦るとねこういうこと起きんのよ、事故が事故が起きんのよね。焦りは気持ちやで、ほんま感じる、私もそう思う。今日の二重は今日は割と調子いい方だと思いますよ。いる、ちゃんと。よし。かわいい、ありがとう。できてきた。顔が、あと5分。よし、ちょっと待って、できてきたよ、顔面が、顔面ができてきた。ちょっと待って、顔色があんま良くない、ちょっと寝不足の顔してる。それはリップを塗れば改善されるか。よし、最後仕上げ、仕上げ仕上げ、急いで急いで別に50分にピッタピタに終わらなくてもまあ間に合うんだけどね、別に別にまだ間に合うんだけどね。エンタメ性を持たせるために急げ急げって言ってるけど、別にまあそんなんじゃないそんなじゃないっていう説はある。かわいい、ありがとう、嬉しい。ちょっと一旦輪郭削っていくわ、今日むくんでるからね。むくんでるっていうか太ったんかな、ちょっと気をつけよう。でも年末年始って気をつけようがないよね、美味しい食べ物に囲まれる時期。
1年のうちで一番おいしい食べ物に囲まれる時期やんね、年末年始って。マジで気をつけないとね、ほんまにほんまに気をつけんとやばい。一旦よし、できそう。顔が できたー。あとは窓、ちょっとマスクで取れちゃうので会場に着いてからリップ塗ります。できた。あと髪の毛は会場で直します。今日はキラ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 にしました。色味を抑えて、いつもピンクとかにするんだけど、色味を抑えて今日はキラキラにしてみました。さあということでランキング見ます。朝からありがとうございました。マジ目の開眼具合がすごい、配信始めた時からの。ランキング見ます。13位ニューヤマヒロさん、ありがとうございます。12位エダシさん、ありがとうございます。11位タカさん、ありがとうございます。10位バイコゾーさん、ありがとうございます。9位アンバタさん、ありがとうございます。8位ピアノマンさん、ありがとうございます。7位ヤスさん、ありがとうございます。6位アリサさん、ありがとうございます。5位オロロさん、ありがとうございます。4位キャロンさん、ありがとうございます。3位タテンマキンケイさん、ありがとうございます。2位オカズさん、ありがとうございます。1位はトメさん、ありがとうございます。さあ皆さん今日も楽しんでいきましょう。話し会よろしくお願いします。行ってきます。バイバーイ。